おはようございます。この時間は通常の予定を変更して東京新宿で起きたビル火災についてお伝えします。今日未明、東京新宿区歌舞伎町の雑居ビルで爆発火災があって、東京消防庁によりますと44人が死亡しました。これは82年に起きたホテルニュージャパンの火災の死者を上回る大惨事となりました。今日午前1時ごろ、東京新宿区歌舞伎町1丁目の飲食店などが入っている4階建ての雑居ビルで、3階にある麻雀ゲーム店一休で爆発があり火が出ました。このビルには飲食店や風俗店が入っていて、出火当時多数の客がいましたが、これまでの東京消防庁に入った情報によりますと、47人が病院に運ばれ、うち男性32人、女性12人の合わせて44人が死亡しました。さらに3人が火傷などの怪我をしました。病院に運ばれた47人の身元はまだ分かっていません。また東京消防庁によりますと、このほかにビルの中に取り残された人はいないということで、東京消防庁では午前4時過ぎに救助活動を終了しています。火は5時半過ぎに消し止められましたが、焼失した面積は3、4階合わせて160平方メートルに及びました。このビルは3階に火元となった麻雀ゲーム店、4階には飲食店が入っていますが、当時店内には40人ほどの人がいたということです。東京消防庁ではこれまでの調べで、3階の壁に設置されたガスメーター付近が火元とみており、今後現場検証を行って火災の原因を詳しく調べることにしています。では火事の現場となったビルの見取り図をご覧ください。1階には風俗店情報の店があり、その脇に中2階のエレベーターに通じる階段があります。続いて火元になった麻雀ゲーム店がある3階ですが、エレベーターを降りるとすぐに入り口があります。中にはゲーム機が17台並んでおり、10人から20人ほどの客がいました。また店の奥にはコンロが置かれた調理カウンターがあったということです。続いて4階の飲食店です。中にはソファーとテーブルが作られたボックス席が並んでいって、入り口の向かい側に食べ物や酒を作るカウンターがありました。出火当時40人ほどの客がいたということです。消防によりますと、このビルには非常階段がなく、各フロアに避難用のはしごが備えられていたということですが、3階の麻雀ゲーム店にはこの避難器具もつけられていなかったということです。44人が亡くなった今回の大惨事ですが、未明の発生からこれまでの現場や病院などの動きをまとめました。ボン、重い音で、ボンで、ちょうどガラスみたいなのが割れた音がして、ちょうどその時に人が落ちてきて、でもう下に再付けられて。人がこう出ようとしてて、その時そのまま落ちたみたいな感じだったんですよ、2人ぐらいで。落ちた人っていうのはどんな状態だったの？血だらけで倒れてる状態でした。今はしご車が、事故発生から1時間半経った今もまだ救出活動を行っているような状態です。怪我人は15人、そのうち重体は11人に上るということです。男性が4名、女性が2名ですか。顔面の挫創と
気道熱傷がありますが、生命の危険はない。運ばれた時は一応呼びかけに反応はしてました。40名を超える方が亡くなる大惨事がありました。犠牲になられた方々のご冥福をお祈り申し上げます。合わせて関係当局による徹底した原因究明をお願いします。あそこ階段はどのぐらいの幅なんですか？階段本当に狭いですね。狭い、はい、非常階段とかは？非常階段は確かないはずなんでしょう、はい、階段は狭いと思う。狭い、狭いの。それはなぜ狭いの？物が置いてあったりするから小回りの後もこの新宿歌舞伎町の雑居ビル火災のニュースをお伝えしてまいります。自分で？自分を？言えません。綺麗だなんて言えません。言えないよ。